ロードアイランド州の歴史、ロードアイランド州の歴史、ロードアイランド州の歴史、A、ヒストリー・オブ・ロード・アイランドは、アメリカが衆国ロード・アイランド州の植民地時代から現代までの歴史を扱う。ロード・アイランドは1636年に、信仰の自由を求めた移民が入植した時に始まり、アメリカの歴史の先端を歩んできた。南北戦争では、戦場から遠かったので、 戦災を受けず、むしろ軍需品需要で産業革命が促進された。その労働需要のために多くの移民を受け入れ、現代でも移民が続いている。1614年、オランダの探検家、アドリアン・ブロックが現在のブロックアイランドと呼ばれる島を訪れ、1625年までにオランダ西インド会社がナラガンセット湾のタッチアイランドに一時的、 交易基地を設け、土地の先住民族と交易を行った。ナラガンセット族を含む先住民族はこの地域のほとんどを占拠しており、またニアンティック族とも密接な関係があった。先住民族の多くは、薬病と戦争でその人口を大きく減らした。1636年、ロジャー・ウィリアムズはその宗教官のために、マサチューセッツ湾植民地を追放され、 ナラガンセットワンガンの一角に入植した。ウィリアムズはこの地をプロビデンス、神の摂理と呼び、信仰の自由の場所と宣言した。下記は、ウィリアムズと他の入植者が作成した同意条項であり、プロビデンスに住もうとする者は、署名を求められた。当初、ロードアイランドは長方期的自治の植民地であり、ロンドンでの承認を得てはいなかった。1644年、 ロードアイランドの代表がイギリス議会から認可を獲得した。しかし、1644年認可は、心境と革命中のものであり、議会と構想中の国王チャールズ一世の同意を得てはいなかった。1660年のチャールズ二世による王政復古の後で、議会によって発行された認可の有効性が問われることになった。 1662年ロードアイランドは認可を得るために代表団をロンドンに派遣した。翌年、チャールズ2世はかなりの程度の自治権を含む植民地の直居を認めた。18世紀までにロードアイランドはコネチカットと共にイギリス領北アメリカに残るただ2つの直居植民地となった。1637年、アン・ハッチンソンが異端の罪を問われて、 マサチューセッツ湾植民地を追放された。ハッチンソンとウィリアム・コッティントンやジョン・クラークを含む他の数人がアクイドネック島にポーツマスの町を作った。1639年、コッティントンはポーツマスを離れアクイドネック島にニューポートの町を作った。この年に島の正式な政府が作られた。ウィリアム・コッティントンが最初の知事になり、フィリップ・シャーマンが 初代秘書官になった。1643年、サミュエル・コートンが、ショーメット、現在のゴリックを作った。1644年、アクイドネック島は、ロードアイランドと名前を変えた。ジョン・クラークは1663年に、チャールズ2世により、ロードアイランドプロビデンス・プランテーション、現在の州名に同じの直教へ、二つの植民地を実質的に統合した。 直居の条項に従い、土地の所有者のみが選挙権を持つこととされた。産業革命の前で、ほとんどの住民は農夫であったが、これは民主的と考えられた。当初の直居は1842年まで、集憲法として使われた。1664年、植民地の表彰が採用された。怒りと、ホープ、希望の文字をあしらっている。 ニューイングランドの住人と先住民族の関係は、最初は緊張していたものの、多くの流血沙汰までには至らなかった。ロードアイランドの近くに住む勢力のある民族は、ワンパノアグ族、ピクオート族、ナラガンセット族及び、ニップマック族であった。ワンパノアグ族のスカントというものが、ピルグディムファーザーズのもとに泊まりこの地域で生き残るための多くの有益な技を教えた。 スカントは入植者と先住民族の和平にも大きく貢献した。ロジャー・ウィリアムズは力のあるナラガンセット族と白人開拓者とが友好的関係を保たせることに長けており植民地の隣人の尊敬を集めた。1637年、ナラガンセット族は説得されてイギリス人と同盟を結び、公戦的なピコート族を殲滅する戦いに参加した。しかし、 平和は長く続かなかった。1670年までに、ウィリアムズやピルグリムを友好的に迎えた種族までが、開拓者と疎遠になり、ニューイングランド全体を巻き込む、戦争の可能性が出てきた。17世紀のロードアイランドで最も重要で、衝撃的な出来事は、1675年から1676年にかけて起こった、フィリップ王戦争であった。 ワンパノアグ族の州長メタコメットはイギリス人からフィリップを呼ばれていた。ポーツマスの入植者はメタコメットの父、マサソイトから土地を購入した。メタコメットがイギリスに対して反乱を起こし、最初の攻撃はナラガンセットワン周辺でニューイングランド中に広がった。1686年、イギリス王ジェームズ2世はロードアイランドに対し、 ニューイングランド自治領に帰属させる命令を下し、エドマンド・アンドロスを総督に指名した。これは植民地の直居を取り下げることを意味したが、ロードアイランドはアンドロスが解任され、自治領が解散するまで、その領有を維持し続けた。1689年の名誉革命で、ウィリアム三世が大いに着くと、ロードアイランドは直居に基づく植民地に戻った。 1776年5月4日、ロードアイランドはアメリカのイギリス植民地の中で最初に独立を宣言した。独立戦争の間、イギリス海軍の艦隊がナラガンセット案を支配し、時には島や本土を攻撃して、1777年から1778年にかけてはニューポート港を占領した。1778年夏に起こったロードアイランドの戦いは、 ナラガンセットワンからイギリス軍を排除しようとしたものったが、不成功に終わった。しかし、ラファイエット公爵が、この戦闘を独立戦争で最高の戦いと呼んだ。翌年、イギリス軍はその戦力をニューヨークに集中させるため、ニューポートを放棄し。1780年、ロシャンボを白爵指揮するフランス軍がニューポートに上陸し、戦争の残りの期間、ニューポートは、 フランス軍のアメリカにおける中屯所となった。フランス兵は感謝の気持ちで振る舞ったため、ロードアイランド議会はカトリック教徒がロードアイランドに住むことを禁じていた古い法律を撤廃した。ロードアイランドにおける最初のカトリックミサがこの時にニューポートで行われた。ロードアイランドは13植民地の中で最後にアメリカが州国憲法を批准した。 1790年5月29日。これは外国として扱われ、関税をかけると脅されたことによっていた。ロードアイランドの田舎における憲法反対運動は根強かった。1789年、反連邦党の政治家で独立戦争の将軍であったウィリアム・ウェストが千名の武装勢力を率いて、プロビデンスに向かい、憲法を批准する9番目の州になる。 祝いの式に抗議した。この時は、独立記念日を祝うことに限定して妥協し、内乱は過労じて避けられた。1790年、イギリスの移民サミュエル・スレーターがポータケットに、合衆国では、最初の織物工場を作り、スレーターは、アメリカ産業革命の父と言われるようになった。19世紀のロードアイランドは、多数の繊維工場を要し、 合衆国でも有数の工業化された州となった。産業革命は多数の労働者を都市部に呼び込んだ。つまり、高級的に土地を所有しておらず、選挙権のない階層が増えた。1829年までにロードアイランドの自由白人男性の60%は選挙権を持たなかった。この問題を解決するために、いくつかの試みがなされたが、どれも通らなかった。 1842年、トマス・ドールが、進歩的な憲法を起草し、住民投票で成立した。しかし、保守的な当時の知事サミュエル・ウォード・キングはミニーに反対し、ドールの反逆を指導した。この反乱は挫折したが、11月に修正された憲法が成立した。この新憲法では、土地の所有者あるいは、人頭税1ドルを払った。 白人男性全員に選挙権が認められた。工業化に加えて独立戦争後の時代にロードアイランドは奴隷貿易に深く関わることになった。ロードアイランドの奴隷制度は1652年に遡ることができる。1774年までにロードアイランドの奴隷人口は全体の6.3%となっており、他のニューイングランド植民地の2倍近くであった。 18世紀遅く、ロードアイランドのいくつかの商家、中でも、ブラウン大学の名前のもとになったブラウン家が著名で、あるが、積極的に、奴隷三角貿易に携わった。ロードアイランドの商人は、アメリカのアフリカ人奴隷貿易で60ないし90%を支配した。1784年2月、ロードアイランド議会は、ロードアイランドに住む奴隷の段階的解放という、 妥協案を成立させた。3月1日以降に生まれる奴隷の子供はすべて年期暴行とされ、女は18歳、男は21歳になった時に解放されるとした。1840年、ロードアイランドでわずか5人のアフリカ系アメリカ人が奴隷のままであったと記録されている。南北戦争の時、ロードアイランドは北軍に着いた。 ロードアイランドから25,236名が出生しこのうち1,685名が戦死した。ロードアイランドは15にあって他の北部の州と共にその工業能力を使い戦争に勝つために必要な武士を軍に供給した。ロードアイランドの継続する成長と近代化により都市の大量輸送システムを作り出し健康や衛生面の計画を善した。 戦後の1866年、ロードアイランドは州全体で人種差別を撤廃した。戦後の移民で州の人口は増大した。1860年代から1880年代にかけて移民の多くはイングランド、アイルランド、ドイツ、スウェーデン及びケベックからやってきた。しかし、19世紀の終わり頃は移民の大半はヨーロッパの南部と東部。 および地中海地方からであった。20世紀への変わり目には、ロードアイランドは空前の景気に湧き、移民を受け入れていくことができた。第一次世界大戦に向かう時代、アメリカの他の州に起こっている、急進的な改革に比較して、ロードアイランドの体質は反動的なままであった。第一次世界大戦の時、ロードアイランドから28,817名が、 出生しこのうち612名が戦死した。戦後、スペイン風邪の流行に見舞われた。1920年代と1930年代は、ロードアイランドにやってくる大きな移民の波に反応して、ロードアイランドの田舎で、スワンプヤンキーから、クークラックスクランに入った者の,の嵐が吹き荒れた。クランは、アフリカ系アメリカ人の子供のための学校であった、シチュエートの ウォッチマン専門学校を焼いたことに責任があると信じられている。セオドア・フランシス・グリーン知事と民主党が州の上下院で多数を占めて19世紀半ばから続いた共和党の天下にとって変わった1935年無欠革命以降、ロードアイランド民主党が州の政治を牛耳っている。その時以来、州会院議長は常に 民主党員であり、州の政治を代表する顔になっている。民主党は、労働組合の連合、労働階級の移民、知識人、学生及び増えつつある少数民族中流階級の支持を受けている。共和党は、田舎や都市郊外で強く、州の高い税金や過剰な民主党支配を批判する、良き政府改革の候補者をたまに選んできた。 フランストン市長のエドワード・ D、ディ・ディプリートとステファン、ラッフィー、イースト・グリニッチのドナルド・カルシェリ知事、及びプロビデンスの前市長ヴィンセント・チアンチ・ジュニアは、共和党の改革派候補者である。チアンチは、多くの支持を得たが、法律に触れる問題が発生した。1984年、不構想の答弁を行い、5年間の執行猶予、宣告された。 治安地は1980年代の残り、ラジオのトークショーを担当していた。1919年治安地は、市長選に出て再選された。しかし2002年、強括、共同防御及び教養で告訴され、5年間の刑に服している。政治的腐敗の文化を認識しながら、ロードアイランドの市民は、民主党員を圧倒的に支持し、養殖に再選している。教育。 健康管理及び進歩的な動機を含む問題が促進されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。